高景勝は、朝の山に勝利して白星スタート。立ち合いで攻められそうになったが、タイミングよくはたいた。一息つけそうではあるが、ほっとした様子は見せない。支度部屋では報道陣を制止。取材に応じなかった。大阪入り後の稽古も非公開。八度目の危機を迎えるまで、ピリピリとしたムードが続きそう。普段通りにしっかり気持ちを入れて取り組むだけ。 平常心が一番大切なことは理解している今日の相撲は熱海富士が強かった2敗を守り2勝利熱海富士は落ち着いた相撲を見せ最後は押し出して勝利した相撲取りはいつも前傾姿勢で取るのが特徴左上手を引く相撲が目立つ場所の前半から後半になっても前傾姿勢を保ちながら攻める姿勢が功を奏し白星につながっている 圧力をかけ続けることで相手に攻められる機会が減り、攻めを許しても対処する余裕が増えている。10日目の時点で三役同士の優勝争いかと書いたが、熱海富士の強さを見誤っていたようだ。その結果、14日目に、同じく2敗を守った霧島と熱海富士の直接対決が組まれた。これにより、この日4敗に交代した一山本と琴ノ若は優勝圏外に。 琴ノ若はこの日の黒星で、今場所後の大関もなさそうな感じになった。さてそうなると、まずは十四日目の直接対決がどうなるか、今場所の二人の相撲を見ると、その鍵は両者の状態の高さにあるような気がする。どうしても負けられない霧島は、琴ノ若戦と同様、相手が平幕だろうがなりふり構わず、相手の状態を起こして頭をつけ、 回しを浅く引いて攻める形を目指すだろう。熱海富士は、それを許さず、この日の不戦のように状態を上げずに、霧島がじれるところまで耐えられるか、という勝負になるのではないか。右差し、左前密を狙って立つ熱海富士に、霧島が琴の若戦のように一旦突き起こすような立ち合いを見せるかどうかも注目だ。二人は初0日を合わせ、二場所連続の優勝争いには、 まあ、どうなんですかね。みんな強いんで自分はあまり変わらないです、と熱海富士。十二日目の取り組み後には、初めての結びで緊張したか、と問われて、先場所、決定戦をしたのであまり、と答えており、先場所、優勝決定戦で遺んで頭を下げすぎる形でぶつかっていった時とは、もはや経験値で格段の差があると言っていい。一方の霧島、この日、 大栄翔に勝って年間最多勝ち争いで単独トップに立ったことでも分かる通り現在実力ナンバーワンの力士だと言って差し支えなく明日はそれを証明する土俵になるがそれだけに先場所の優勝決定戦の貴景勝と同様のプレッシャーがかかってくる可能性もありそのあたりがどう出るかもポイントになりそうだ文藤本大輔相撲編集部次に順調に進んで 砂取り機運を盛り上げていくことができるか。高景勝北勝富士、横綱不在の土俵を、三大関がしっかりと締めた。この日から始まった一年納めの九州場所、勝の富士が、腰椎椎間板性腰痛で休場し、横綱不在とはなったが、三年十ヶ月ぶりに立ち合い前の水漬けも復活して本来の風景が戻り、幕内でも物言いのつく相撲が続出するなど、 初日から熱戦が展開された今場所一般の注目はやはり先場所優勝し綱取りの期待がかかる大関貴景勝だ先場所の優勝が11勝だったこともあって佐渡ヶ岳審判部長が最後まで見てみないとと語るなど綱取りムードはさほど盛り上がっているとは言えないが大関の地位で連続優勝となれば成績上は昇進への内気を一つ満たすことになり 昇進への可能性が生まれてくる。この日の相手は、先場所初日に取り直しの末に叩き込まれて苦敗を舐めている北勝富士。貴景勝は、思い通りの内容での一勝を挙げる。首の違和感に関しては、大関らしい言い回しで質問をシャットアウト。立ち合いは両手と頭で当たっており、首の状態の影響は感じさせなかった。15日間の勝負に集中する。 この先も、次に、次にと順調に進んで、綱取り機運を盛り上げていくことができるか、先場所見せた、大関持ち前の前後を裁断しての集中力に期待がかかる。ただ同時に、この日は他の大関陣も、豊昇龍が正代を、そして霧島が裏を、共に鋭い立ち合いから一発で相手の状態を浮かせてしまう好内容で勝利。さらに関脇陣も、 若元春こそ立ち合いに先に上手を取られて、に上手から投げられて敗れたが、大栄翔は持ち前の突き押しで低い体勢で来る名声を突き起こしての突き出し、琴ノ若はうるさい小猿をよく見ながら気を捉えて一気に押し出しと、上位陣のほとんどが今場所の主役へ名乗りを上げるに十分な内容でのスタートを切った。このあたり、上位の力士の多くがバタバタと星を落としていった先場所とは、 周辺状況という意味ではちょっと違うという感じもまたある。逆に、その道を乗り越えた時には、低迷していた昇進ムードも高まる可能性がある。果たしてどんな結末が待っているのか。ドラマはまだ始まったばかりだ。大相撲九州場所に向けた二所の関一門の連合稽古がいつか福岡市東区の佐渡ヶ岳部屋で行われ、先場所覇者の大関高継勝は関脇琴の若。 幕内王報と11番取り、8勝3敗だった。連合稽古は新型コロナウイルス災いで中止が続き、2020年2月以来の再開。貴景勝は一方的に押し込む相撲がなく、叩く内容が多かった。古傷の首を気にするそぶりも見せたが、いつも通り普通の調整。毎日集中して取り組み、頑張った先に結果がある、と話した。 ハイレベルな成績で二場所連続優勝となれば、横綱昇進のムードは高まる。十六番取った琴ノ若は、貴景勝に3勝5敗だった。大相撲九州場所で二場所連続制覇を目指す大関貴景勝が31日、国際センターでの力士会前に取材に応じ、今場所も優勝できるように頑張りたい。周りに評価してもらえる相撲を取った先に最後の番付がある。 と横綱昇進への意欲を語った先場所は幕内熱海富士との優勝決定戦を制し11勝4敗で4度目の支配横綱昇進はハイレベルの成績での制覇でムードが高まると見られいい記憶はかき消してまた新たな気持ちで挑むと謙虚な姿勢を強調した過去2度の綱取りはいずれも途中急場で失敗焦りがあった チャンスは二度とないと休まず稽古して、怪我をした。まだまだ未熟だったと話す。秩父市で行われた大相撲の秋巡業で、関脇大栄翔が再び大関昇進に挑戦する意気込みを語った。朝稽古では幕内名誠らと七番取り、月、押しを披露。ぶつかり稽古では大関貴景勝の胸を借りた。来場所でも優勝を狙う姿勢は変わらず。 今年は51勝を挙げて年間最多勝ち争いで首位。支配獲得で昇進ムード高まる可能性も。高景勝は大関昇進を果たしました。春場所千秋学、7勝7敗の負け越し大関栃之進との入れ替え戦に勝利し、3場所連続で2桁勝利を達成しました。1969年の名古屋場所以降初となる角番制度での 1>, 1世紀の一戦を制した22歳の貴景勝に日本相撲協会審判部は前回一致で大関への昇進を推挙しました。